これ間違ってステージからやり直ししないように。やべえ、まさかまさかこんな展開があると思わなかった。まだあった、あれで終わりかと思った。きついな。でもあれはもうパターン分かったからいいかな。どこ行った。これはダメージ当たってんのか。あ、でもいいね、これいいな。ちょっと見えにくいと思うけど火柱も大事。あ、うん、1回はちょっと仕方ない。全然ダメだな、やっぱ。何？消えた、消えた。うわっ、やばい、これは。あ、来てる。あ、でもこれは避けられるか。見えない、見えない。眩しくて見えない。ほら、ダメだ。4尾、すごいね、路地から繋がってたよ。すげえ。あのね、狐ね、近いよ、近いけどちょっと見ちゃうよ。あ、後ろ取らせてくんないわこれ。じゃあ後ろは関係なさそう。あ、今のでなんか、あー、来てる。はい、見えない。やべやべ、はい、早く取ろう。危ない。あ、頭。あ、でも次のターンに行ったんじゃないね。次の段階に来てるような気がする。どこ、見えない。ああ、そこか。見えない。位置が分かんない。ガチで位置が分かんないで来るから。あ、なんか上のある、あれなんだ、あれか、あれをなんかすんのか。あ、いや違う、いや、あれだ。今は全然見えてなかった。マジで今見えたぞ。ちょっと待ってね、あれを撃ってみる。あー、ちょっと待って、やっぱり、あ、違う、あれ違うの、やっぱりあれ違うのかな。なんか当たってなんか、なんか聞いてないような雰囲気だったけど。で、一旦これ。あ、倒した。あ、なんか爆発したね。どこ、あっちか。なんか爆発したよね。で、今は上はない。あ、そういう感じか。オッケー。で、また、本体にダメージ与えていく感じ。あ、すげえ。なんとか攻略を見つけたけど死ねー、もうダメだ。うわー、死んだ。いや、むずいな。でもなんとなく分かってきたね。で、炎はいける。次のパターンになる前にいろいろで逃げないでくれ。1個だけ。あ、すぐそこあったね。で、次は炎を出して火柱も出すと、このパターンだね。で、火柱を避けると同時に勾玉を回収する。この方が効率がいい。で、逃げるか移動するかもしんないから、連続で撃つ前に、移動した後に連続で撃つ。で、
ってどこだ？あ、これ、この隙間でじっとしてて、また元の位置に戻る。レイクル危なかった。あ、でもやばいね。そろそろあの丸のあれになりそうだから、その前にマガタマをいっぱい集める。お、そろそろ？もしかして弾はまだ増えてない。あ、いや、弾増えてんじゃん。お、やっぱりこれやばい、来てる。あっぶね。あー、ちょっと待って。あ、見えない。これ厳しい、きついな。毎回で、マガタマが、あ、すぐそこ。これ1個だけ、いや4つだ。オッケー、やっぱ5発かな。で、この間にも、あ、来てる。まあ、なんとか避けれたか。避けた。ただまだあの弾来ないね。で、ここら辺の周りのこのマガタマのある位置を回復しながら、回復してから次のターンに行った方がいいような気がする。あ、来るぞ。ね、せっかく100まで体力回復させたんだからっていうね。で、5個。あ、次のターンに行ったような気がするな。で、ここで、あ、やっぱりそうだね、やっぱりそんなフラグがしてたね。で、これはおっしゃ、1回で倒せた。で、来るぞ。これはいいね。これあとはやべえ、なんかやばいの来てる。いやー、来ないで。1回で耐えてくれ。1回で OK。 でどこ行った。開いた。これはもうあとどんどん来てる。さあ、1個しかねえ。どこだっけ、真ん中ね。 OK。 来てるけど、これはもうちょっと引きつけてじゃないとやばい。え、来てる。見えないのは厳しい。で、曲がった。曲がったな。あ、ダメだ、今全然当たんなかった。で、どこだったら通ろう、俺の通ろう。そろそろまたあの弾とかまた復活するかもしれないからね。で、来てるね。来てるから、ここ、あ、オッケー。全然ダメ。来てる。あ、来てる。危ね。これは違うやつか。あ、すげえ手が緊張して震えてます。あ、来てる。あ、ちょっと早くない。ちょっとこの隙間。すげえ。まだか。いや、来てる。これは1個だけ。あ、いや、3つある。あ、2つ。来てるぞ。いやー、やめて。この隙間やめて。あー、曲がる。ちょっとこれ欲しい。どこ行ったー。あだかー。で、どこ。やばい、変なとこに来ちゃった。いや、ちょっと危ねえ。これはそう、移動してから。まだか。まだあった。まだ弾。次、あなたどこ行った。おい、行った。あ、来ない。いや死んだくない。やめて。行った。これは行ったの。真っ暗になったけど、危ねえ。おい、あ、倒した。あ、お面が取れた。狐のお面が。うわ、お母さん、やっと。お母さん、しかも生きている。お母さん、火花が大変なの。ああ、
火花、火花、火花、大丈夫か、火花、ねえ起きて、火花、お母さんに会うんでしょ。やっと会えたのに、やっと会えるのに。そのためだけにずっと頑張ってきたんでしょ。ずっとずっと一人で頑張ってきたんでしょ。ここで死んじゃったら、今まで何のために頑張ってきたのかわからないじゃない。ねえ、火花。私は幼い頃、ある方に命を救われました。それ以来、私の中には人の血と、人ならざる者の血が流れている。そして、娘たちの中にも。あのお方にできたのなら、私にもできるかもしれません。下がっていてください。そしてあなたも。お母さん。火花、助かった。お母さん、お母さん、お母さん、私、火花、ありがとう。私のためにいっぱい頑張ってくれたのね。もうお母さんの知っている私じゃないの。たくさんの人を殺した。殺しても殺してももう何も感じなくなっちゃったの。私どうしちゃったの。本当に化け物になっちゃったの。火花、ごめんね。あなたがそんなに大きな力を宿していたなんて私は気づかなかった。確かに私たちの半分は人ではないわ。でも人間とかあやかしとかそんなことはどうだっていいの。火花は火花よ。ずっと私のことを思っててくれたんでしょ。自分の両親を押し殺してまで。あなたはいつも自分のことよりも私と日柄のことばかりを考えてくれてた。昔からそうだったわね。あの時から何も変わっていないわ。そんな優しい子が化け物なはずないでしょ。とってもとっても優しい私の自慢の娘よ。寝ちゃった。無理もないわ。あんなに無茶をして。娘たちを助けていただいて本当にありがとうございました。このご恩は終生忘れません。私たちのために多くの命が失われた。私のために多くの命が失われた。そして私たちは人の世で生きるにはもう取り返しのつかない領域まで踏み込んでしまいました。
これはすべて娘たちを守ることができなかった私の責任です。償っても償いきれることではありません。これからどうするんだ。この世界を立て直し、ここに留まることにします。そしてここが迷える魂や私たちのような半端者の救いの場になれば、そのためにできるだけのことをしていこうと思います。ヒガナ、この方を送り届けてくれますか。うん。あの門をくぐれば元の世界に帰ることができます。あなたを見届けたら、この世界への入り口を封鎖します。もう二度と誰かがこの世界へ迷い込むことはないでしょう。本当にありがとうございました。こちらこそ。これでお別れですね。やだ。あなたが来てくれて本当に良かったです。私たち家族はこんなに近くにいたのに、ずっと離れ離れでした。でもこうしてまた会えた。あなたが家族を一つにしてくれました。正夢になった。昔見た夢の通りでしたね。でも、でも夢で見たあなたの方が頼もしかったですよ。実際は鍵はなくすし、暗闇で迷いそうになるし、おまけにすぐ息が切れるし、確かに体力、スタミナが、世話が焼けました。待って。お、火花。ああ、大丈夫か。転んだ。大丈夫。火花、まだ寝てないと。あなたに言わないといけないことがあるから。何ですか。あの男、あなたのおじいさんのこと、本当にごめんなさい。そしてお母さんとヒガナを助けてくれてありがとう。これを。おお、受け取ってくださいと。あなたの命が脅かされた時、一度だけ身代わりとなるお守りです。かぶっても無害なので安心してください。ありがとう。その面の形は私の神通力が具現化したものなんです。人によって個性があるように、宿している力も人それぞれだから、見た目も違ってくる。形は特に決まってなくて、その人の印象に残ったものが形になるみたいです。私の場合は、昔住んでた社の廊下にこの面が欠けてあったのを見て、それがすっごく怖かったんです。その時、私にとって神通力は母を不幸にする忌まわしいものでしかなかったから、そのイメージが重なったみたいです。どうしたの？ね、火花がその面の前を通るとき、いつも私に一緒に来てって泣きついてきたんですよ。泣いてないじゃない。いつもお母さんと私を守るって威勢張ってるのに、川屋に行くたびに手をつないであげないと通れなくて。昔のことでしょ。いい姉妹だね。あ、あ、猫、黒猫。あ、一足先に戻っちゃう。ここにいたの、ね、猫。なんでこの世界に。後で教えてあげる。そろそろ行かないと門が閉じてしまいます。
向こうの世界に戻ったら、あの子にもお礼を言っておいてください。うん、もう一緒にもう買います。さようなら。さようなら。ありがとう。ありがとう。おお、あ、セミとかヒグラシとかいいね。ああ、あ、車とか見、現実世界。ああ、素晴らしいとしか言いようがないです。知らぬ空の
火花のお守りが解放された。シュラ、難易度のシュラが解放されましたね。秘密の部屋はい。ああ、8分。まあ、これはね、あれだ、何回もやり直したんで。はい。というわけで、一旦は、このね、ストーリーの、カゲロウは、これで終わりたいと思います。素晴らしい作品でしたね。ちょっとね、すいません、なんか、感動して、ちょっと喋れないです。あ、秘密の部屋が解放されたけど、まだここがありましたね。で、ここもまだあるんですよね。ここもなんかすごい。だから、あと、まだ2つとか、まだね、この、アテナアテナとか残ってるんでね。まあ、今後は、そういうのを、まあ、解放次第動画にしたり、まあ、その間はね、検証動画とか、あと、土曜のね、恒例の縛り動画とか、上げていきたいと思います。ああ、もうちょっと、なんかいろんな思いがありすぎて、ちょっと、なんかもう、言葉がね、ちょっと出てこないんですけども、もう一言もう、カゲロウありがとう、でした。はい、というわけで今回はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。